9対9バウンズ。さあ、ホットアップ、これも2人がかりで迫力がある。オリバーもサポートに来ましたが、キックジャクソンが押し込まれる形でした、はい、しっかりカッチアウトをしていました。カウントが行く、失いません、オノ。あ、これから決めてくれましたね。もう一度ザイマが逆転。角崎フリーだ、外から打って決まりません。スミスだ、あ、強い、ファウル。オノ、もう一度スミスへ、ゴールした、決めていきます。オノ、ポストプレーでいく。いや、うまいですね、この辺のターンも。スミス、スペイン。富山、スミス、上田、オノ、ひながとガルト。スミス、あ、強い。あっと、ジャクソン大丈夫か、ちょっと水落ちを抑えています。2回、3回打っていって、後半はスタートでいます。はい、それ以外は、あっと、ここで。横浜の、まあ、横浜が得意としてるパターンですね、同点に追いつきます。ただスミスだ、キングが先に飛んでしまいました。あ、ナイスパス、小野田、しっかりとフェイクから、はい、後ろからアイドも取りましたが、ついていますが、この小野のプレーが素晴らしい。そして品川からスミスだ、ファウダが弾き取られましたが、ファウルありません。第3クオーター5分を切っています。からアウダ、またアウダが奪われる。スミス、まあ、富山の前に結局ねシュートも打ち切れなかったということで ね、はい、スミスだ、こういう形でそのオフィシャルタイムの時に入れるか。スミスへ、ここでスミスが受けて、これは止められません。富山のそのディフェンスにやられている感じはある予感ですね、はい、さあここでまたスミスに入る。スローで得点するっていうのは、すごい大事なことなので、よくしっかり2本決めました、ね、これもスミスだ、ダンク。そして味方同士でちょっと交差しますが、品川から上田浮かして、ここでスミスへ、しっかりと沈めていきます、はい、スミス、もう一度小野田、そしてスミスへ、もうここはナイスパスだ。ギャラソン